前回のパートな、俺のことをな、ナルミだと思い込まれたし、その上、首絞められたり殺されたからな、腹いせに壊したいからな。スマホな。あ、風呂の中に捨てるんだ。殴って、ガンガン殴って壊すとかじゃなくて、風呂に捨てるんだよ、これ。スマホの電源パックを外して、浴槽に投げ入れた。防水といえど、声には耐えられないだろう。いつの間にか、ドアのノック音も聞こえなくなっていた。これでようやく安心できる。あーあれおかしいな。気のせい。ではない。誰かいるのか？今確かに誰かがおったよ。誰か映っとったよ。この鏡の世界でか、これ鏡なんか、その前に鏡かな、わからんけど、おったな。なんだ、視界が暗く。ありがとう、おかげで。誰だ今で、このエンディングスキップ。お、会いたかった。ああ、なるみ、なるみなのね。ああ、なるみじゃないぞ。なるみで、ああって言ってた。怖かった、もう会えないんじゃないかって。心配させてごめんね。でも約束したでしょ。なるみになっちゃった。何があってもずっとそばにいるよ。なるみになった。主人公なるみになった。女の方がなるみなんかと思っとったけどさ、てかなるみって女の子の名前やん普通やけどさ、実は男の方がなるみなん、これ。そうなんかな。とりあえず選択肢に最後残った持っておくを使います。スマホを手放せばこの件は終わる。だがそれでいいのか。自分の中で何も解決しないまま終わらせてしまっていいのか。まだ持っておこう。知らなくてはならないことがあるはずだ。一番ダメっぽそうなやつが実は正解だったパターンや。音が止んだ。どうやらやっと諦めたようだ。一時はどうなるかと思ったが、案外何とかなるものだ。いや、二回どうにもならなかったけどな。ナルミのスマホは電源がついてる。ついとん。見慣れてしまったホーム画面上部には通知が溜まっていた。見るとウィジェットの GPS がオン状態になっている。なんで俺オフにしたもんね。俺オフにしたもんね。電源切って入れ直したらオンになるシステム。くそ、 GPS め。GPS そんな使いにくい設定なされとるのか。反射的にボタンを押しオフに切り替えた。メールと SNS が来ているようだ。メールの方から確認してみよう。1通目は空メールだよ。何も書かれていない。2通目はここだよ。どこだよ。なんだ、声だけか。もう少し有益な書き方が書かれていると思ったのに。仕方ない、 SNS を確認しよう。怖がらせちゃったかな、ごめんね。あれ、寝ちゃった。寝れるかこんな状況で。ぐっすり寝れる状況じゃないんだよなこれ。起きてたらでいいので、今どんな状況か教えてください。力になるからね。これどっちなんだろう、美幌くん、どっちなんだろうこれ。いや待てよ、どうなんだろうこれ。本当に味方なんかな、ちょっと怪しいな。さっきの女は本当に彼女だったのだろうか。自分の推理に自信がなくなってきた。もし美幌でなかったとしたら、赤の他人にこんな弱くまで協力してくれている彼女にものすごく失礼なことをしていることになる。いや、俺の考えが間違っとったんだろうな。多分美幌くんは味方なんじゃ。本当に考え直そう、考え直そう。
こんな状況で頼りになる彼女をわざわざ疑うなんてどうかしていた。疑心暗鬼になってしまっていた。反省しよう。彼女から最後にメッセージが来たのは10分前だ。まだ起きとんかもしれんな。こんな夜明けまで起きていてくれているのか。めっちゃ優しいや、みほろくん。女の子じゃなかったとしても、いや、男だ、女とかだ、そんなこと言ってる暇ないけど、優しいやん。今はさっき追いかかった出来事を何度も読み直しながら、なるべくわかりやすいよう細かく説明した。すぐに既読がつき、しばらくしてメッセージが返ってきた。大変だったんだね。何もしてあげらなくてごめん。めっちゃしてくれてるよ。めっちゃ話し聞いてくれてるもん。こっちの方こそさ、ちょっと勝手にスルーしててごめんみたいな感じになる。あんまり言いすぎるとまた繋がりなくなる、なりそうだから簡潔にまとめるな。後ろに誰かいるって聞いたのはそのままの意味で、ほら変なメールが来るって言ってたでしょ。今までのは別として、最後のメールのここだよは君に向けたものではなかったんじゃないかと思うの。あ、そりゃそうだろう。俺なるみとは一切関係ないもん。なるみが別、俺のこと別の人だって思ってるだけだもん。それバッドエンドで分かったもん。でも大丈夫、君に危害を加えるつもりならとっくにしてるだろうし。だけど相手が相手的に何をするか分からないから気をつけてね。分かっとるわ。だって首絞められて殺されたもんな。もう今度は何を仕掛けてくることか。頼みを聞いてあげるのもいいけど、一番は君が考える最善を目指すこと。彼は悪ではないけど、君の味方でもないからね。メッセージはここで終わっている。待てども、続きが気になることはなかった。よく見るとスマホは圏外になっている。自分のスマホだ。メホロメッセージ、確信に触れずに済ませているのが気になるが、何か理由があるのだろうか。繋がらなくなりそうと言っていたが、まさかこれを予知していたのでも言うのか。確かに考えてみれば、いつもあともう少しというところで何かに妨害される。偶然と呼ぶにはあまりに不自然なことに。そういえばメホロは何か重要なことを言っていなかったが、確かさっき書いてあったのは、お、何々は悪ではないけど君の味方でもない。彼って言ったな、そういや。彼？ちょっと待って。彼って、家にまで来たやつは女じゃなかったっけ？けど彼って別に第 4人目がおるみたいな感じ？そうだ。ミホロは彼と言っていた。ここに来たのはミホロではない別の女だったが。あの女を仮に A としておこう。A 以外にもこの件に関わっている人物が、人間がいるのか？そうなるよな、彼って言ったってことは。いや、待てよ。ナルミがいるじゃないか。むしろそれ以外に考えられない。ミホロの言う彼は、ナルミなのだ。ナルミ？やっぱナルミ男なんや。え？ああ、そうなんじゃ。ってことは、また女の方がまた違う名前でってことなんか。ミホロは確信をついたことは言わなかったが、話の流れからすると、彼、つまりナルミが妙なメールを送りつけている張本人だと考えられる。ナルミがな。うん。そしてその男は今、誰かいるのか。後ろにいるらしいナルミに声をかけてみる。当然ながら返事はない。不自然に考えればありえないことだ。しかし今までに身近で起こった不自然な感覚、見えない何かの力が働いていると考えた方が楽だ。あんたがナルミなのか。返答はない。おるんか、おるのか。することができないのか、できないのか。おー、ちょっと話がどんどん進んできよるよ。ここはちょっと冷静に話そう。ちょっと怒鳴ったところでさ、相手をさ、なんかやばい方向に持っていくだけやもん。逆ギレしてさ、殺されるかもしれんけんな。ここは冷静に行こう、冷静にな。
何か事情があるのかもしれないが、知ってほしいことがあるならもう少し分かりやすく教えてもらえないか。知ってもらいたいこと、100円貸してくださいみたいなことで言うたらぶん殴るぞお前。あんたが誰かっていうことも分かっている。さっきの女は誰なんだ。彼女の目的は。いくら待っても返事はない。ただの屍のようだとは言わんよな。あっ、スマホが相変わらず静かなままかと思ったこのタイミング、なるみからだ。慰めてくれ。俺にはできない、もうできない。そしてもし願うなら俺の代わりに。はあ、彼氏、彼女を慰めるのが彼氏の役目じゃろうが。貴様、なんだ今の音は。髪が落ちたような。確か何かがバランスを崩したのだろうか。そんなわけないな、このタイミングで。探してみよう。え、雑誌、まさか扉のところ後ろって言ったもんな。え、散らかれ放題、誰があるか仕方ない。手当たり次第探すとしよう。進んだ。なんか知らんけど進んじゃった。あ、これは何、新聞。新聞だって取ってないのに。しかもこれ1週間も前のじゃないか。1週間ってことは1週間前に誰か来たん、誰か来たん。あ、ガードレール突き破り乗用車が転落。4日午後4時45分頃、丸抜検車、検車町牧市砂郡町の県道で、男女2人の乗った乗用車が左カーブを曲がりきれず、ガードレールを突き破り約15メートルの斜面を転落した。丸抜警察斜里署によると、現場は釈町なんちゃらの県道の片道1車線の緩やかなカーブ。路上には右に大きくハンドルを切ったとみられるスリップ痕が残されており、対向車あるいは飛び出した野生動物を避けたために転落した可能性もあるとみて、目撃情報の収集とともに事故発生の経緯を詳しく調べている。この事故で、運転手のなんちゃらなんちゃら監査員の小宮山成美25が死亡。そして茨城県の水戸市の無職北島愛さんは打撲などの軽傷を負い、現在病院で治療を受けている。成美、男で成美、小宮成美、北村愛という名前。おっ、あった、電話帳あった、北村愛って電話帳あったぞ。あ、俺北村弁護士とか言うたわ、俺北村弁護士とか言うたよ、聞かせるわパート1で。そうか、彼女が、彼らはどうして行こうとしていたのだろう、どこへ行こうとしていたのだろう。そうだ、成美の スマホをいじっている中でヒントになりそうなものを いくつか見た記憶がある。あったよ、なんかムービー流れたもんな、どっか行こうと車で行きよったもんな。でさ、なんかあれよ渋滞に巻き込まれてなんかいいよみたいなことを言いよったもんな。そうそうそう、それこれ誰も写ってない写真ばかりだった。だがあのスマホには不思議な力が備わっている。もしかしたら実際撮影されたものではないかもしれない。成美が自分の記憶をあの形として残し、こちらにメッセージを送ろうとしていたのではスピーチュアルや、めっちゃスピーチュアルやないか。成美が自分の記憶、死んだ成美のスマホだったってことやな。これ、これの持ち主死んどったんやな。もう一つのヒントとつなぎ目を合わせてみよう。記憶違いでなければうまく噛み合うはずだ。改札、柱に隠れていたのは、え、そんなん知らんよ。え、どっちだ、
そんな覚えてないよ。ちょっとなるみかあいか柱に隠れていたのは、つまり柱に隠れとってことは先に来とった方だろ。だいたいこういうんで男が溺れてくるもんやけや、女の方、いや勝手な想像やけどな、覚えてないよ。はい、次は弁当はそりゃ女の方だろうが。いやそれ僕ちょっとか固定概念じゃん。でもそうだったと思うもん俺。眠ってしまったんは男の方じゃなかったっけ。運転しよったんもうごめんねって言おったんが男の方やけん。なるみ、なるみさん、なるみくんか、なるみくんって言った方がいいか。違うの。え、何が違った、どこか違う。いや知らん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 。じゃあやり直しだ。やり直させてくれた、やり直させてくれた。多分間違えとうとしたらここかなって思われます。隠れとったのは男の方だった。で弁当は愛ちゃんの方だ。これも寝とったのは夫の方だったと思うよな。多分最初だけ間違っとったんじゃない。これは確実に男の方が運転しとったと思う俺。いいんちゃうんこれで。違うの、知らん、そんな知らんわだ、知らんちゅうに。隠れとったんは夫の方で、ちょっとわーってみたいな感じでさ、探しとったからわーって言って出て行ってさ、ちょっといたずら好きで夫さんだったわみたいな、なるみくんで、弁当はまあ愛ちゃんだったわ、そりゃこれは女が用意するべきじゃ。勝手なことは言うけど、女の方が用意するべきじゃん。家事は女の仕事じゃ。俺すごいパッシングされたんだけど。眠ってしまったのが来ないよな。これ、夫の方が眠っとくかと思っとったらさ、この女の子の方の愛ちゃんだ。愛ちゃんの方が眠っとったわ。確認しとったらな。ここは分かっとう通り、まあ、夫のなるみくんが運転しとったわ。ごめんでいいのよって返したけどさ、これは確実。ようやく一つの線につながった。そうそう、これよこれ、俺これ見返してきたんよ。これだ、これをさ、愛ちゃんがこう入ってきてどこーみたいな感じのところでさ、夫なるみくんの方がわーって出てくる。あちょっといたずらしないでよ、ごめんごめん、可愛い君の好きなパフェ送ってあげるからみたいな感じだろうな。こういうさ、いたずらし合えるんがちょっともう恋人同士の特権ではないか。うん、ここで弁当を用意する。愛ちゃんは結構料理が好きらしい。でここがベンチですね、問題のジュース買ってますね。愛ちゃんは何のジュースが好きなんだろう。これで愛ちゃんが手に持っとんがさ、野菜のドリンクとかだったら、あれ意外とそういうの好きなんだねみたいな感じでここで寝てしまう。どんだけ疲れとったんだ、どんだけ日頃の仕事がすごい忙しかったんだろう。そしてここで渋滞。そして問題はこの会話、会話は会話からさ、どっちが運転しようとか分かるような内容だったやん。なんで会話飛ばすそうか、そうだったのか。でこれで理解できる方もまあまあまあやけど、この途中に彼らは交通事故に遭ってしまった。ナルミは見せたいものを彼女に見せられることもなく、愛は彼が見せたいものが何かを知ることもなく、連れて行ってやればいいだろうか。こんな夜明けだ、車も金もない人間がここから町をまたいでふるさとまで行くのは不可能に近い。どこで数時間かけて行くにはにしても、愛はどうする。隣を歩かせるには危険な精神状態に思えたが、こんな時に頼れるのは彼女しかいない。ナルミはここを許してくれたのか、うまいことを利用できると踏んだのか、スマホに意地悪をしなくなったようだ。そうか、早速美穂に現状の報告をする。完全に上司です。みほろさん、みほろさんです。
みほろちゃんでもみほろくんでもなく、みほろさんです。寝落ちしていてもおかしくないのに、ものの数秒で気力がついた。どんだけこっちのこと心配してくれとんだろう。で、みほろさんがさ、もうこのなるみくんと会いちゃったら全くの無縁の人だったらさ、あれこの人知り合いかと思ってたけど全然知らないみたいな感じだった人だったらさ、本当俺申し訳ないわ。なるほどね、大体分かったよ。今知り合いに力を貸してもらえないか頼んでたところだったんだ。もう手回ししてるんだ。いや、これからやってみるんじゃなくてさ、頼んでたところだったんだって、すごいなお前。いいできた上司ですな。そっちまで迎えに行ってくれるって。悪いけど詳しい住所を教えてくれる？大丈夫だよ、あの人は専門家だから。何のだ。何の。幽霊的なこと、心霊的な専門家な。除霊してくれるのかな。あとは彼女とどう連絡を取るかなんだけど、何度かなりそうかな。本当は私が行ってあげられたらよかったんだけど、今北海道にいるんだ。力になれなくてごめん。いろいろあって疲れてるよね。迎えが来るまでゆっくり休んで、いろいろ落ち着いたらゆっくり話し合おうよ。健闘を祈るよ。言葉遣いが一つ一つがめっちゃ嫌なさが感じるねん。健闘を祈られなくちゃならない状況なんだな。そりゃそうだ。片や幽霊を背中に担ぎ、片やそれを追う女に狙われてるのだから、状況が悪ければ命がいくつあっても足りないところだ。すでに2つぐらい命失ってるけどね。なるみのスマホに着信だ。ちょうどいい。液晶を見ると予想通り非通知と表示されてる。ナイスタイミングです。会話はできない、一方的に話されて消えれるだけだ。ならば